壊すことなく私が生きる現在という一つの時間を構成しています。革命の時間、革命という時間はそれに対し、始まらない未来が終わらない過去よりも前に来てしまう時間であるわけです。順序に従って前進するのではなく、過去と現在と未来が共存しながら、その共存が持続する、それが革命という時間です。ドゥルーズは言ってみれば、そうした特質を持った時間は実は革命だけではないだろうというふうに考える哲学者です。彼はそれは革命というより出来事一般の時間ではないのかと拡張して考える。個人の性にある種の切断をもたらす出来事も、社会の歴史を切断する革命という出来事も同じ時間構造を持っていると彼は考える。さらにこれは彼自身が出している、紹介している例ですけれども、ピラミッドであってさえそれが何千年も動かずに同じところに立っているということも、それ自体出来事として見ることができるのではないだろうか。実際ピラミッドの現在、ピラミッドという現在の中には、ツタンカーメンが生きていた過去と、私たちが死んだ後もおそらく立ち続けているであろうという未来が、まさに同時に順序なく共存しています。出来事としてのピラミッドとは、過去と現在と未来の共存の持続です。こういうふうに拡張していきますと、世界には出来事の時間しかないということさえできる。時計によって測られる時間の方が便宜的な時間なのであって、出来事の時間の方が世界の時間としては真実の時間ではないのかというふうにさえ思えていく。ドゥルーズはそういう方向に彼の思考を進めていきます。つまり私たちの文脈に即して言い換えますと、革命の時間を日常生活の時間とそっくり置き換えてしまう。革命だけからなる性の時間を考えると言ってもいい。そういうふうに進めると、いかに革命を持続させるか、始まった革命をいかに持続させるかという問題は、そっくりそのまま問題として引き受けることができます。性の哲学が革命の哲学を吸収するわけですから、革命の政治過程は性の生態学的なエセロジカルな過程として解釈し直されることになります。しかし同時に、いかにして革命を始めるのか、革命的な出来事に火をつけるのかという問題は、問題としては消えてしまうことになります。すべてはエソロジカルな過程の中にすでにあることとして、つまり革命はすでに始まっていることとして分析されます。それをことさらに始めるという問題は偽の問題だということになるわけです。確かに音楽イコール世界だと考えてやると、音楽の始まりを通して世界の始まり、世界そのものとなった革命の始まりを考えることはできる。リトゥルネルというのは実際そういう始まりです。セヌ・プラトーの問題のリトゥルネルという章の冒頭の部分を読んで少し引用してみます。暗闇に子供が一人、怖くても歌を歌えば安心だ。歌のままに彼は歩き立ち止まる。道に止まっても歌を口ずさめばそれなりに盾になってくれるし、どうにかこうにか道案内もしてくれる。歌とはいわば静かで安定した中心の前触れである。カオスのただ中に安定や静けさをもたらすものだ。子供は歌うと同時にスキップするかもしれず、歩みを早めたり遅くしたりするかもしれない。しかし歌それ自体がすでにジャンプなのだ。歌はカオスから飛び出してカオスの中に秩序の始まりを置くが、それはいつまたばらけてもおかしくはない。引用終わり。子供が口ずさむこと、自分が発した歌を暗闇に響かせ、それを自分で聞く、自分の耳に回帰させることにより、そのリトゥルネルが彼のテリトリーとなってカオスから世界として浮かび上がる。まあ、そんな風にドゥルーズ語りは音楽イコール世界の生成と展開を論じていきます。リトゥルネルというのはいわば世界の始まり以前のカオスに向かって放たれる最初の一撃です。したがって時間の始まりでもあるわけですから、音のこのループリフレインの中には過去と現在と未来が全て詰まっている。リトゥルネルは時間の卵であります。リトゥルネルはそうしたものとして時間の最小単位であり、
その運動がその運動から世界が生成されてくる最小回路、ジェネレーターのようなものです。要するにドゥルーズ語りは、世界の始まりは一つのサイト反復だと言っている。メロディーを構成する音の高低差、そして一個の音は音波としてすでに反復を含んでいるということは今更指摘するまでもありませんし、おまけにこの最初のフレーズは繰り返されることでリトゥルネルというまとまり、反復されるユニットになる。けれども、ドゥルーズ語り的な世界観ではこうした始まりはいわば絶えず生起している、絶えず起こっている始まりでしょう。宇宙を発生させたビッグバンのことではない。いつだって暗闇で一人歌を口ずさみ始める子供はいる。即興パフォーマンスというのはいつだってこのようにして始まるし、最後まで一つの始まりにとどまろうとしているとさえ言えるかもしれない。即興パフォーマンスはそれ自体が一個のリトゥルネルであるかもしれない。即興演奏を実践している人にはすんなりと受け入れられる認識だと思います。だからこそリトゥルネルに関するドゥルーズ語りの技術から特に影響を受けた即興パフォーマンスというものを考えにくいわけです。即興はいわば丸ごと擁護されている。しかし丸ごとであるから、特に それぞれの即興に対し何らかの指針を与えているわけではない。即興はリトゥルネルとして、リトゥルネルは即興として、ただそこにあるとだけドゥルーズ語りは告げているようなものです。だから彼らはもう革命とは縁遠いんだというふうに言いたいわけではありません。逆に革命の方でも、革命を前にした革命家というのはしばしば似たような態度を取らざるを得ないものです。革命はそこにあるのだ、誰かが号令をかけて始めるようなものではないんだというふうに革命家だから強調することはあります。そういう一人として、ローザ・ルクセンブルの言葉を一つ引いておきます。ドイツ1920年代の人です。ベルリンの秩序は維持されている、ほざくがよい、鈍感な権力の手先どもよ、お前たちの秩序は砂の上の楼閣だ、明日にも革命は物の具の音を轟かせて再び立ち上がり、トランペットを吹き鳴らしてお前たちの驚愕を尻目にこう告げるだろう、私はかつてあり、今もあり、いつまでもある。彼女はまたこういうことも言っています。不意に号令一発、ある晴れた日に塔の一辺の指令が下って作られる大衆ストなどというのは、もとより子供っぽい無双に過ぎず、アナーキストの妄想に過ぎない。ドゥルーズも人が革命に敵になることを仕留めることはできないと書いていますし、またそう核に留めています。ここでは人が即興を始めることを押しとどめることはできないと読めばいいでしょうか。千のプラトのリトゥルネルという章は、一つの即興音楽として世界の生成を記述する試みであると把握しておけばいいんだと思います。そしてそのようにして読めば、つまりこの書物もまた即興であるところの世界の一部をなす即興パフォーマンスの一例のあるというふうに受け取れることができるし、そういうふうに受け取ればオーネット・コールマンのアルバムに耳を傾けるのと同じように、リトゥルネルという書を読んで使えるはずです。即興パフォーマーであるならばそうだと思います。実際パフォーマンスを生態学的なプロセスとみなしてみることは、非常に参考になることはあるかもしれない。例えば聞き手の問題を導入する上でです。聞き手というのは実はパフォーマンスにとっては観客ではないはずです。楽譜に定置することができて、いつでも再現可能な音楽の聞き手であれば、純粋に観客だというふうに言ってもいいでしょうけれども、生態学的プロセスをこれから構成していく即興パフォーマンスにとっては、彼らは観客である前に環境です。他人の音と同じように環境を構成する一要因です。他の演者と観客の違いは、パフォーマンスが開始される時点では存在していない。こうしたことは、パフォーマーの方では実は肌で知っているはずなのですけれども、コンサートや舞台という形式がしばしば環境の大半を決定してしまうというのが現状でありましょう。私としては即興パフォーマーの方々にはぜひともこういう環境、この環境そのものを自ら
いろいろ選んでほしいと願っております。